河川地形は河川の侵食、運搬、堆積作用によって形成された地形のこと。河川を流れる水は地表面を削り、砂や粒ぶて、泥を運び、堆積させる。これらの過程を通して河川地形が形成される。その地形とは地形のできる場所によって特徴が異なり、地表が削られた部分にできるもの、砂や励が堆積した部分にできるものなど種類は、 様々である。こうした地形はその土地の景観や農業の形態、人々の生活にも関わってくる。河川が運河や用水路と区別することができるのもこのような点からである。詳細は過酷を山椒下流によって作られる谷。これが谷の種類の中で最も一般的であると言われる。香水は一部は蒸発し、一部は地中に染み込み、それ以外の水は、 付近の最も低いところを流れる。その部分の土壌は特に雨洗いされて浅い凹みが生じる。一旦凹みができれば香水はますますこの部分に集まって流れ、その過方侵食によって凹みは深まり、一般に急な側壁を有する谷上の地形となる。特に幼年国においては V 字国を形成する。詳細は川なり段丘を 山椒河川の浸食によって作られた海岸上の地形。谷底の平坦面を断球面。浸食によって生じた崖を断球崖という。川なり断球は、その構成物質、形成過程によって次のように分類される。ちなみに、川なり岩断球の断球面は地下水位が低く、水に恵まれないため畑となるところが多い。段丘外科には、湧水が見られる。 利根川支流の片品川流域や品野川流域の新潟県津南町などが恒例。詳細は、堆積平野を参照河川や海洋の堆積作用によって形成された平野。中石平野、編集詳細は、中石平野を参照特に、平野の形成が純粋に河川の堆積作用のみで、現在もなお堆積が進行しているような場合には、中石平野という、 また、最も新しい地質時代である、関心余の堆積物からなる平野である、という別の定義もあるようだ。谷底平野、編集詳細は、谷底平野を、山小国の中を流れる河川の、速報侵食によってできる。谷が刻まれている山地の地形の性質によって、その性質も異なる。幼年山地に見られる谷底平野は、国壁が急で、 谷底と斜面との境界が明らかである。それに対し老年産地に見られる谷底平野は、国壁が緩やかな斜面となっていて、徐々に平野面に移る。線状地、編集詳細は、線状地を、参照線状地は、山の中の谷を流れる、急流性の河川が山のふもとに作る堆積地形、半円水上の形をしている。谷中では、 河川の流れが急なため供給される砂漠は容易に運搬されるが山から離れると流路の勾配が急に緩やかになるため堆積するのでこのような地形が出来上がる。洗浄地はその構成物質が荒い砂漠であるから水の浸透量が極めて大きい。そのため豊富な用水が得られなければ全面水電化は難しい。場所によって様々な利用のされ方がある。 三角衆、編集詳細は三州、三角衆を、参照三角衆は、河川が運んできた砂や粘土が、川口付近に堆積してできた、底平な地形である。三角衆上の河川は、川口付近に来ると分流する傾向があり、二つの分流路と海岸線との間の陸地をなす。巣の平面の形が、キリシア文字のデルタに似ているところから、デルタ三角衆と名付けられた。 平面形態は堆積物の量、川口や海岸の水深、地形、沿岸流の強さなどによって変化する。三角州の分類には、円弧状三角州、鳥市状三角州、カスプ状三角州がある。自然堤防、編集会の川の自然堤防。高さ約2.5メートルと比較的大規模である。詳細は、自然堤防を 山昇火星や旧火道の両側に発達する。周囲より1から3メートルも高く微高地となっている。このような流気が生じるのは洪水時に水が流路から溢れ出す際に水が急に広い土地に配分されるため、一水の深さはこれまで流路の内部にあった時に比べて急に減少することになり、そのため一水の水流と地表との摩擦の影響が強くなり、 流速が減少することで運搬力が失われ、堆積が行われるからである。最も多量に堆積するところは、最初に流速の急減した流路の両側であり、そこから外側へ行くに従って堆積物の量も大きさも減少するので、結局流路に沿って高く、外側に向かって感謝する流まりが生じる。これが自然堤防である。人間は昔から 自然堤防を選び住み着いたので古くからの民家がある。一般に砂室のシルト層が表層に見られ民家として利用されるほか畑であることが多い。後輩湿地。編集詳細は後輩湿地を参照自然堤防背後に形成された浅い盆上の湿地。洪水時に稼道から溢れ出た水が自然堤防に遮られてたまり、消滞地となったもの。 河川や旧河道からは遠く離れているが土地が低いためじめじめしている。日本では人工的に排水されて水田として利用されることが多い。三日月湖、編集詳細は三日月湖を山椒河川が蛇行すると流路が一部切れて三日月型に残ることがある。そのような川跡湖を三日月湖という洪水時に流路の短縮が起こること、 打行が激しくなることで形成される、牛角子とも言う、ありがとうございます。